私の一章は中国の作家である老舎が1937年に創作した全文2万字ほどの中編小説。中華民国時代の北平氏の平凡な順敬が自らの幸薄い悲惨な人生を語るという内容である。1946年8月に上海めぐみ軍出版社から出版された。中国の映画監督である意識はこの章を原作とし、 自ら主演して1950年の映画、私の一生を制作し、後には、関東巨星影業が出資してこの作品を改編し、22回連続のテレビドラマに仕立て直した。2006年には、私の一生の発表70周年と老舎者の没後40周年、さらに、100年を記念して、中国大陸で初めて、私の一生が舞台化された。老者の息子である、 ノブルオツの指導のもと、りろくが改編と演出を務め、あ田行行が主演した。本作は2006年の年末に北京の首都劇場で上演された。1950年に制作された中国の映画、私の一生は文化影変講師による意識が監督と主演を務めた作品。この作品は公開後、その年の中国における最大のヒット映画となった。 1955年には中華人民共和国文化部が選定した優秀映画の第二位となった。2001年に中国大陸で放送されたテレビドラマ我が社一夜から5は長国立が制作、監督、主演を務め、東、李誠樹、何票、劉ュが共演した。草勝音夫による翻訳が老舎小説全集来の中に収められている。 ありがとうございます。